こう。みなさんこんにちは。こんにちは。ふうかです。さて、今日はまだ10月なんですが、次回の歌会から11月に入りますので、歌のテーマが変わります。11月は賢い医師生活の OST リクエスト企画でございます。皆さんからリクエストをいただいた曲を中心に、賢い医師生活の OST をカバーしていく月にします。ドラマの放送順にカバーしていきますので、1週目がまずカモシンさんリクエストのロンリーナイト、2週目がグマナスティさんリクエストのアロハ、3週目が個人的に歌いたい歌、カウル・ウチェグ・ガペソ、秋の郵便局の前でという曲、そして4週目がマコペコさんからのリクエスト、オンジェンガヌン、いつかはの順でお届けする予定でございます。これね、計らずともシーズン1から2曲、シーズン2から2曲ということで、バランスの良い選曲になりました。皆さんリクエストいただきありがとうございました。さて、今回のトーク会では韓国のライブハウス事情について語っていきます。こちらはさやさんからのメッセージがきっかけとなったテーマですので、まずメッセージを紹介しますね。ふうかさん、こんばんは。以前は質問に答えてくださりありがとうございました。今回もまた質問したくてメッセージを送ったのですが、前回のジョジョイライフのふうかさんのソロ回を聞かせてもらい思ったことがありました、というね、あの前半部分なんです。で、さやさんからメッセージをいただいて私気づいたんですが、このジョイジョイライフのソロ回の宣伝をするのを忘れてましたね。実はジョイジョイライフの方で、私が医師とアーティスト二足のわらじを履こうと決めたきっかけについてですね、一人で話している回がありますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。9月23日リリースで、風化ソロ回というふうに書いてある回です。そしてメッセージの後半ですね。韓国ではアマチュアのシンガーソングライターやバンドの活動は日本と同じようなものなのでしょうか。またライブハウスのチケットノルマの値段は日本と大差はないのかなと思いました。そしてあくまで理想なのですが、もし渡韓する機会がありライブハウス巡りなどをすることがあったら、韓国も日本のように全国各地にライブハウスはたくさんあるものなのでしょうか。韓国語が得意な、そして音楽の先輩である風花さんにぜひ質問してみたく聞いてみました。よろしくお願いします。감사합니다、ということで、質問とメッセージありがとうございます。メッセージをくださったさやさんもウクレレで弾き語りをされているんですね。で、私とインスタグラムで相互フォローなので、ぜひ探してみてください。そしてとてもいい質問をありがとうございます。実は韓国のライブハウス事情については話したいと思っていたテーマの一つなので、とてもタイムリーに具体的な質問をいただけてですね、私はラジオの構成的に非常に助かりました。ということで、順番にこちらお話ししていきますね。まず、韓国ではアマチュアのシンガーソングライターやバンドの活動は日本と同じようなものなのかなんですけれども、これは主にスタートの時期に差があります。私は大学生の頃から音楽活動を始めたんですけれども、日本では10代の早い時期から音楽をやる人たちも多いですよね。例えば中学や高校の文化祭でバンド演奏をしたりとか、軽音楽部がある中学校や高校も多いと思います。一方、韓国の中学校や高校には日本のような部活がないんですよ。で、これ本当は全くないってわけではないんですけれども、週に 1,2 時間決まった時間に部活の時間が設けられてるみたいな感じで、いわゆるこう日本人が部活と聞いてイメージするですね、4時ぐらいに学校終わって毎日暗くなるまで部活をやって、運動部は土日も練習しに行ってみたいな、そういうタイプの部活っていうのはね、ないそうなんですね。韓国は圧倒的な学歴社会を勝ち抜くために、中高生のうちはとにかく勉強が第一で、そもそも夜まで学校があるっていうのが普通らしいんですよ。
韓国語の先生の高校時代は朝7時半ぐらいにも学校に行って、夜は8時まで学校があったっていうふうに言ってました。夜給食という制度があって、夕食も学校で食べたそうなんですね。でさらにこの夜8時に終わってから塾に通う人っていうのもいるらしいんですよ。でもずっと勉強するっていうのが標準なので、もう高校で運動をやってる人はね、もうガチレベルの人だけらしいです。運動で人生を切り開くレベルのオリンピックとか目指す人がもう運動はやるっていう感じだそうなんですね。なので韓国では高校生がバンドをやるっていうことはほぼないらしいんですよ。で大学受験を勝ち抜いて大学に入学できたら、ひとまず学歴面では一安心ということで、大学からサークル活動をする方が多いようです。今月のテーマのドラマ賢い私生活の主人公たちは、通称ククズというんですけれども、1999年にソウル大学医学部に入学した同期5人組という設定なんですが、このククズも大学に入ってからバンドを始めていますよね。そしてドラマの最初の方でキム・デミョンさん演じるソッキョン先生が、僕はまたみんなでバンドをやりたいんだ、みんなと遊んでいたいんだよねっていう風に話す場面があるんですけれども、医学部は韓国の中でも難関の学部なので、きっと彼らも勉強中心の中高時代を送ってきて、また医師になったらなったでね、ブラック労働でしたよね実際ね、賢い医師生活の中でも。だったので、医学部の学生生活こそが青春時代のいい思い出なんだろうなっていうことが、このセリフからも伺えるんですよね。そして続いて、韓国も日本のように全国各地にライブハウスがたくさんあるのかという話題なんですけれども、これはねないそうです。韓国のライブハウスは9割以上がソウルのホンデという地区に集中していると言われております。ホンデというのは学生街なんですね。いろんな大学があって、大学生がたくさん集まる、若者が集まる活気あふれる街という感じの場所です。アマチュアで音楽を始める人が一番多いタイミングが大学生の時なので、この大学生の街ホンデにライブハウスが集中しているそうです。でもこれに関しては逆に日本が特殊なのかもしれなくて、日本は世界的に見てもライブハウスの数が多いと聞いたことがあります。アマチュアミュージシャンも多いし、全国各地にいろんな規模のライブハウスがありますよね。音楽をやる人も聴く人もたくさんいるっていう状況じゃないと、こういったライブハウスの経営っていう職業自体がやっぱり成り立たないので、まあ、日本はやはり言っても1億人とか人口がいるっていうのが一つ理由としては大きいんだと思いますね。韓国はソウルとその周辺のキョンギ道、インチョン市といういわゆる首都圏に人口の 50% が住んでるというふうに言われていて、で日本の首都圏の人口割合ってだいたい 35% ぐらいなので、比べてみるとかなり首都圏に人口が一極集中しているっていう特徴があるんですね。なので音楽人口、音楽をやる人聴く人の人口の面からも、ソウルがやはり一番やりやすいっていうのがあるんだと思います。そんな背景もあって、ほとんどのライブハウスがソウルに集中しているということですね。そして最後、ライブハウスのチケットノルマの値段は日本と大差がないのかという話題なんですけれども、これ実は私もさやさんと全く同じ疑問を持って調べたことがあります。私は韓国でライブをするっていうのが人生の夢の一つなんですよね。そこにはいろいろ超えなきゃいけないことがあって、まず韓国語でライブハウスの人と細かいやり取りができないといけないですし、でやったところでお客さんゼロだと厳しいので、韓国である程度の集客ができるっていう必要もあると。それで日本のライブハウスにあるようなブッキングシステムが韓国のライブハウスにもあるのかということを調べてみたことがあります。まずブッキングシステムが何かっていうことを順を追って説明していくんですけれども、日本ではアマチュアミュージシャンがライブハウスでライブをするときには、力のある人はねワンマンライブって言ってプロと同じように単独公演をできるんですけれども、大抵の場合は対バン
形式といってですね、まあ、5、6組くらいのアーティストを集めて、それぞれが30分とか45分枠ぐらいで歌っていって、 3、4時間の一つのイベントをやるっていう形式が多いんですね。で、このイベントにアマチュアミュージシャンがどうやって出演するかという方法には主に2通りあって、一つはアーティスト同士で声を掛け合ってですね、出演者を集めて主催者が代表して時間枠でライブハウスを借りるっていう方法です。もう一つがブッキングシステムですね。このさっき言ったブッキングシステムを利用する方法なんですけれども、これはライブハウスが主催するブッキングイベントっていうのがあるんですよ。なのでライブハウスに応募して、そして出演するっていう方法です。なので、知り合いの人と出るわけじゃなくて、そのライブハウスの主催イベントに募集して合格した人が寄せ集められてイベントをするっていうことですね。で、地元で音楽仲間がたくさんいれば、仲間同士で一緒にライブイベントやろうよって誘い合ってイベントを企画できるんですけれども、例えばちょっと離れた土地でライブをしてみたいとか、東京でライブしてみたいってなった時には、このライブハウスのブッキングシステムというのを使います。これはライブハウスが定期的にブッキングイベントというのをやっていて、常に出演者を募集してるんですよ。で、有名なライブハウスだと、そのライブハウス自体のファンっていうのが一定数いるんですね。で、特に東京はライブハウスによってコンセプトが細分化されているので、例えば弾き語り専門のライブハウスとか、 R&B 専門のクラブ寄りのライブハウスとか、まあ、いろいろあって、そのライブハウスで提供される音楽そのものに対するファンっていうのがいるんですね。なので、お客さんはイベントに出演するアーティストを知らなくても、そのライブハウスが提供してくれる音楽への信頼からイベントに来てくれるっていうことなんですよ。なので、ライブハウスは新しいアーティストの発掘も兼ねてイベント出演者を常に募集しているっていう仕組みなんですね。でも、このブッキングイベントっていうのは、応募すれば誰でも出られるっていうわけではなくて、大抵は事前審査があります。なので、事前に自分の歌を録音したものをライブハウスに提出して、演奏力とかコンセプトが合致していると判断されたら出演できるっていうシステムなんですね。そして、出演が決まると出演料をライブハウスにお支払いするんですけれども、日本ではこの出演料をチケットノルマという形でお支払いするのが一般的です。例えば、チケットノルマが1000円チケット10枚ですよっていう場合は、まずアーティストがライブハウスに1万円払って1000円チケット10枚買うんですね。で、その10枚をアーティストが自分でお客さんに売って代金を補填するという仕組みです。なので、チケットが売れないと自分の持ち出しでお金を払うことになりますし、ノルマ枚数以上に売れた場合はライブハウスと収益を半々とか、これもライブハウスによっていろいろ規定があるんですけど、まあ、それで逆にライブやることでお金がもらえるっていう場合もあるわけなんですね。で、私が東京でブッキングのライブに出演したのはもう10年以上前のことなんですけれども、その時は2500円チケット25枚がノルマでした。つまり出演料が62,500円だったのかな。でも、遠方からね、東京に行って出演したので、その時はね、20枚でいいですよっていう感じでちょっと安くしてくださいました。でも、当然東京に20人も友達もお客さんもいなかったので、私はもう半分以上自分の持ち出しでライブをさせていただきに行ったっていう感じでしたね。音楽の厳しさを知った出来事でございましたけれども、でも、こうして東京に直接の知り合いがいなくても、ライブハウスのシステムを利用すればライブイベントに参加できて、音楽仲間の輪も広がるし、有名ライブハウスでブッキングライブに出演したっていうこと自体は、結構日本だとアーティストとしてのキャリアになるっていういい面もあります。で、それで、ここからがね、質問の答えになるんですけれども、韓国のライブハウスにもこのブッキングシステムがあるのかどうかっていうことを調べてみたんですけど、韓国にはね、ないんですよ。なので、ライブハウスは時間枠で借りる方法しかないんですね。なので、韓国に音楽仲間がいないと韓国でライブするのはなかなか難しいかもしれないですね。まあ、お金があればね、ライブハウス別に10万円とか払って借りてもいいんですけど、誰も来ないワンマンライブをね、勝手に一人でやってもあんまり意味がないので。で、韓国でも対バン形式のライブイベントっていうのはあります。
だけどライブハウス主催のものではないので、多分仲間内で出演者を募ってイベントをしているんだと思います。ちなみにチケット料金はアマチュアのイベントだとだいたい2万ウォンから3万ウォンでしたので、これだいたい1桁削ると日本円になりますので、2000円から3000円ぐらいのイメージですね。東京のチケット料金とそんなに変わらない感じだと思います。そしてライブハウスのレンタル料金もだいたい東京とソウルは変わらない感じでした。スタンディング100人ぐらいのキャパシティで、まあ、お昼から夜まで借りて7、8万ぐらいのイメージですね。なのでイベントを企画したらチケットノルマの値段というのは多分日本と同額になると思いますが、ブッキングシステムはないので仲間内でする必要があるっていう回答になります。でこの情報を調べるときに、韓国ライブハウスチケットノルマみたいにハングルで入れて検索したんですけれども、むしろ韓国の方にとっては日本のこのブッキングシステムとかチケットノルマ制っていうのが画期的なシステムのようで、その日本のシステムを韓国人の方が紹介しているブログっていうのがヒットしました。日本は多様な規模のライブハウスが全国にあるっていう点で、アマチュアミュージシャンにとっては非常にありがたい環境ですよね。で一方でやっぱコロナでね、最初資金繰りが難しくなってライブハウスが倒産するっていうのが相次いだ時期があって、まあ、その頃本当にね、文化がこうやってなくなっちゃうのは悲しいなと思って、私も微力ながらクラウドファンディングなどいろいろ参加したんですけれども、ぜひね、このライブハウス文化がずっと続いてほしいと思います。10月のビザ免除措置が11月以降も適用されることになったので、もういよいよ韓国に行きやすくなるんですよね。で今度私も韓国に行くことがあったら、ホンデでライブハウスをちょっと視察しようと思っているので、また実際に見てきたら番組内で報告しようと思います。そんなわけで今回は韓国のライブハウス事情についてお話しいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。